ヤクルト、マー君獲得戦線から撤退。田中は11月24日に楽天退団を表明。一部報道で移籍先にヤクルトの名前が上がる中、小川淳司 GM は、調査はしているが、獲得に向けて調査している段階ではないと話すにとどめ、明確な否定はしてこなかった。自由契約選手として公示され、獲得交渉が解禁されたこの日、ヤクルトの球団幹部は、うちは取らない。今年の投球は全然ダメで、戦力として使えないと判断したので動かないと明言。使いづらいだろうし、減ってもチームのプラスにならないと続けた。これまでヤクルトの名前が一人歩きした背景として、同幹部は、本人が東京でプレーしたいのだろう。そうなるとうちと巨人しかない。うちは投手の頭数が足りないので、チャンスがあると思ったのではないかと、田中の意向が一部報道に反映されたと見ている。田中は、あと3勝で、日米通算200勝。加入すれば、来春キャンプから大きな話題となり、偉業達成が営業面に寄与するのは間違いない。ただ、今季唯一の一軍登板となった9月28日のオリックス戦では5回4失点だった。先んじて8月24日にイースタンリーグのヤクルト戦に登板時、5回途中4失点の投球をチェックした首脳陣の一人は、思い切り投げれば150キロ近く出ることもあったけど、変化球でかわしてばかりの投球で以前のイメージとは全く違ったと、前世紀とは程遠い印象だったと振り返る。大物ゆえの扱いづらさなどを理由に、獲得に二の足を踏む球団もあるようだが、先発投手の慢性的な駒不足に悩まされるヤクルトに実力本位で補強にならないと判断された事実の方が、田中にとってはショックかもしれない。そらそうよ。田中取るなら現役ドラフトとかでいい若手狙った方がいい。ヤクルト球団幹部さん、それが正解です。何もなかったことにしておきましょう。ヤクルトの今の投手陣よりは使えるだろ。こんな自由ならちゃんと勝ってくれよと思う。オイシックスや、工夫早手が名乗りを上げてたら入団してほしいな。頼みの綱だったヤクルトが撤退し、いよいよマー君も土俵際、いっぱいいっぱいだな。頼みの綱だったヤクルトが撤退し、いよいよマー君も土俵際、いっぱいいっぱいだな。マー君よ。もうスイーパーの習得しかないぜ。頑張れ。このまま引退かもしれませんね。メキシカンリーグからお誘い来るかも。客寄せパンダにもならないでしょうね。そのまんま引退が良いと思う。このままどこのチームも取らなかったら、楽天に戻れるの？それともこのまま引退？誰か教えて。まさか、マー君が晩節を怪我すタイプとは思ってなかったのでちょっとショックではある。本当に球団幹部が言ったのだろうか。取るつもりがないなら言う必要もないこと。偉そうに話せる投手陣カードって置いた方が良かったと後悔しなければ良いがな。おとなしく楽天にいたら良かったのに。